サンディ、あまり上品ではない名前でしょう。しかしそれでもこれは時間を支配する究極の魔道具。それほど重要なものであるなら、なぜ私に預けられることになったのでしょうか。魔法学会の元老たちの決定です。ウィンダリング家の血を引く者だけが真の持ち主になることができるからです。私にはそれほどの優秀な魔術の才能はありませんが。それがあなたとは限りません。え？子供や末裔の中に真の主がいるのかもしれません。ああ、なるほど。とにかくこれの封印が解かれれば恐ろしいことが起こりかねない。誰にもこれの存在を知られてはなりません。はい。お父さんたら、この程度の封印、私が解けないはずないじゃない？開いた！ここ、勝手に入っちゃいけないと思うけど。大丈夫よ、だって私の家の中だもの。なんだかすごく怪しげなものを発見。マネッツァ。中に何か入ってるみたいだけど、これは魔法学会の封印？いや、それよりもっと古い。バネッサ、もうやめようよ。私すごく怖いよ。バネッサ、もうやめて。アイリーンが怖がってるわ。小さな子供みたいないたずらはもうやめて。バネッサ。ん？どうかしたの？バネッサ、バネッサ。お父さん、あれ、ここどこだろう。まだ夢の中にいるのかな。レイチェルとアイリーンを家に呼んで、秘密の倉庫の扉を開いて、そして、バネッサ。誰？これは、秘密の倉庫にあった。君は分かってるのかい？自分が何をしてしまったのか。砂時計が喋ってる？これは絶対夢だわ。ウィンダリング家の娘か。とにかく家に帰らないと。お父さんなら元に戻す方法を知ってるはずだわ。家に帰ろう。それは無理だよ。封印は解けた時に完全に壊れてしまったから。なぜいきなり封印が解けたのかはわからないけど、もうどうすることもできないよ。こんなのありえないわ。そうだ、もう一度あなたを使えば。ダメだよ。
危ないから僕に触らないで。今度はまた何がどうなったの？この服とこの髪飾りは？勝手に僕に触れてはいけないと言ったのに。不運と言うべきか幸運と言うべきかわからないけど、僕の力の一部が君とつながったようだね。帰れるってこと？だから言っただろ、それは無理だって。僕は壊れちゃったし、僕たちは今深淵にいる。君にはわからないだろうけど、深淵は次元にすら属していない未知の領域だよ。じゃあどうすれば？僕たちにできることは何もないよ。奴らに遭遇しないことを祈るしかない。今でもここでぼーっとしているつもり？お願いだよバネッサ。余計なことをすれば事態がさらに悪化するかもしれないよ。だからといって何もしないわけにもいかないでしょ。あなたが動かないなら私一人でも方法を探すわ。バネ、ちょっと待って。どうしたの？このエネルギーは、ひょっとしたら。何？確かではないけど、僕の予想が正しければ、ここから出られるかもしれない。本当？うん。とにかく動こう。バネッサ、気をつけて。何あれ？僕が遭遇したくないと言っていた相手だよ。状態はまだ安定してないみたいだね。どうしてあんなのが？サンディ、どうしよう。まず僕の分身を作るよ。それを媒体にすれば君の魔力を増幅できる。詳しいことはあいつを倒してから説明するから、まずは知ってる魔術であいつを倒そう。姿が変わったわ。万人たちは姿を持っていないんだ。だから力を使うために姿を変える。まずはスキルを使って彼らを攻撃しよう。変わらない。勝った。ご苦労様。そろそろ説明して。さっき私が戦ったやつって何だったの？許されていない力を追い求め、
全てを失ってしまった者たちだよ。許されていない力？そう、欲張りすぎた挙句、過ちを犯し、あんな化け物になってしまったんだ。そんなのが、どうして私たちを襲うの？不完全ではあるけど、僕の力を奪いたかったんだろう。幸い今回は無事に済んだけど、深淵に長くとどまるのは危険だよ。急ごう、バネッサ。大丈夫、バネッサ。大丈夫。でも、なぜか体から力が抜けたり、息苦しくなったりするのよ。いきなり体が大きくなったせいかな。ううん、そうじゃない。深淵の力が君を吸収しようとしているんだ。楽になった。今の僕の力だとこの程度が限界だ。ありがとう、サンディ。もう少しだけ頑張ろう。この辺りだ。何もないみたいだけど。やっぱり晩婚島だったのか。晩婚島が私をここに導いたのは、あなたたちと出会わせるためだったのですね。君が晩婚島の新たな主かい？はい、今は私が晩婚島の主です。晩婚島はやっと真の主に出会えたんだね。あの人は誰？僕が話した深淵から抜け出るための方法があれだよ。あの人が私たちを深淵の外側に送ってくれるの？ここがどこかは存じませんが、私の力では無理だと思います。私もバーコン島に導かれただけですので。迷子が増えただけじゃない。落ち着いて。正確には彼女じゃなくて、彼女が持ってる晩婚島が手がかりだから。どういうこと？ちょっと待って。時の結晶。晩婚島が深淵に来たのは時の結晶のせいだったのか。だけど時の結晶がどうして深淵に？時の結晶？次元をねじ曲げる力を持つ石だよ。それがあればここから出られるの？そう。だけどことはそう簡単じゃないよ。こうしている時間も惜しい。僕についてきて。うん。そういえば挨拶がまだだったね。私はバネッサ、よろしくね。よろしくお願いします、バネッサ様。急がないとダメだよ。どうしてあんなに急かすのかな。したのですか、バネッサ様。変な感じがするの。変な感じ？うん、明かりは感じない？はい、
私には。そう、気のせいかな。誰かが私を呼んでいるような感じがして。急がなくちゃダメだ。どうして止まっているんだい。わかったわ。行きましょう、バネッサ様。石が時の結晶なの？そうだよ。不思議な感じがする石ですね。とにかく見つかってよかったね。持っていこう。気をつけて、バネッサ。普通の石にしか見えないかもしれないけど、中には恐ろしい力が隠されてるよ。勝手に手を出したらダメだよ。また変な事故に巻き込まれたいのでなければね。そうなんだ。さて、今の状態の僕に扱えるかな。私がお役に立てるかもしれません。晩婚と？それは心強いね。この声は例の。いけない。時の結晶を吸収した。みんな気をつけて。私は変わらない。危なかったですね。これは一体。サンディ、今何が起こったの？万人が時の結晶を吸収したせいで暴走したんだ。さっきも言ったけど、時の結晶は恐ろしい力を持っている。そして万人はその力を制御することができなかった。だったら私たちにも扱えないのかな。僕をあんな連中と一緒にされたら困るよ。まあ今は万魂島の力を借りる必要があるけどね。やっぱり一人では無理なのね。誰のせいでこんなことになったと思っているんだい？それは…ふぅ…あかり、力を貸して。わかりました。消えた？僕が吸収したんだよ。これなら短い間だけ次元の扉を開けるくらいのことならできるかも。次元の扉？
ここから出るための非常口のようなものだよ。あかり、君が元の場所に帰るための扉も開くよ。ありがとうございます。こちらこそありがとうね。あなたのおかげでここから出られるようになったわ。扉を開けるよ。これが次元の扉。あかり、君のそばにある扉をくぐれば君が元いた場所に戻れるよ。私たちも帰れるの？残念ながらそれはできない。彼女が帰れるのは晩婚島のおかげだからね。そっか。バネッサ様、頑張ってくださいね。ありがとう。そろそろ行こう。今の僕の力じゃ次元の扉を長い時間維持することはできない。あかり、この恩は決して忘れないよ。私、なぜかまたあなたに会えそうな気がします。バネッサ。はい？バネッサでいいよ。深淵を一緒にくぐり抜けてきた友達でしょ。はい、バネッサ。家に帰ったらまっすぐ明かりのところに向かうわ。待っています。挨拶はそれくらいにしておこう。出発するよ。わかった。じゃあまたね。また会いましょう。ここはどこ？砂の部屋だよ。今来ることができる唯一の場所。寂しい場所だね。うん、もともとはこんな場所じゃないんだけどね。でも時の結晶があってよかった。危ないから少し離れていて。何をするの？見ればわかる。きっとびっくりするよ。これは…そういえばあなたの魔術、本当にすごかったわ。誰？認めるな。興奮してしまった私がバカだった。あんな話に打ち上げてしまうなんて。さあ、アイリーン、明日からはこの子があなたの修行に付き合うわ。私はもうあちこち行ったって。それは心強い。感謝する。アイリーン、今のは一体気のせいかな？どう？周りの景色が変わった。まだ元の姿には戻ってないけど。この子たちは？砂の部屋の居住者たち。僕の眷属さ。眷属？僕たちを手伝ってくれる存在だよ。この子たちの力を借りれば家に帰れるの？残念ながらそれは無理だよ。ふう、疲れちゃった。
お疲れ様でございました、バネッサ様。相変わらず言い方が堅苦しいわね。そんなことありませんよ。だけど肩に力が入ってるわ。カチカチよ。もしかしたら晩婚灯のせいかもしれません。持ってみますか。うん、これ何キロあるの。50キロぐらいでしょうか。重すぎるでしょう。次回のセブンナイツは封印された大地。やっぱりザンディ、あなただったのね。T、時の結晶の力を感じてきたの？そうよ。その子があなたの新しい契約者？違うよ。事故に巻き込まれたウィンダリング家の子供だよ。ウィンダリング家の？だからエゴストーンが姿を現したのね。本当に聞きたいことを早く聞いたらどうだい。僕が時の結晶を使ったから来たんだろ。それはそうだけど、まあいいわ。緊急事態だったから。その様子を見た限りそのようね。おかげで私は時の結晶が消えてしまってとても困っているけど。ふぅ、本来なら時の結晶が深淵にあるはずがない。騙されないよ。やっぱりダメか。でもあなたの方もいい状況ではないと思うけどね。ウィンダリング家のお嬢さん、あなた名前は？私の名前はバネッサよ。ではバネッサ、あなたに提案があるの。絶対乗り気になると思うわ。聞く必要はないよ、バネッサ。一応聞いてみるわ。いい判断ね。話を聞いて損をすることはないわ。どうせ消えたエゴニクスの時の結晶を探してほしいと言うんだろう。君が自ら動くことはできないから。違うかい？話が早くて助かるわ。私の目的は時の結晶の回収。あなたの目的は体の復元。断る理由はないと思うけど。私にはどんなメリットがあるの？サンディが力を取り戻せば、あなたにも道が開けるわ。それってつまり家に帰れるってこと？簡単にはいかないかもしれないけど、でもサンディが力を取り戻せなければ状況はずっと変わらないでしょうね。ふぅ。では二人とも同意したということでいいのね。じゃあこれから次元の扉の開き方を教えるわ。バネッサ、私の魔力の流れに集中して。扉が現れたわ。久しぶりで少し疲れた。この魔術を使えば次元の扉を開けるわ。あなたの場合はサンディの力を借りないと使えないでしょうけどね。あとこれだけは覚えておいて。次元の扉が開いている場所で他の次元の扉を開けることはできないの。だからその次元の時の結晶が見つかるまで他の次元に行くことはできないわ。わ
わかった。さて、真面目な話はこれくらいにしておきましょう。じゃあ、時の結晶の回収をよろしくね。英雄の力に限界はありません。壁にぶつかった時は私がお手伝いします。時間の角があらんことを。じゃじゃーん、私は次元王も超えられる配達員メイですよ。また来てください。ないもの以外なら何でもあるよ。欲しいものがあれば仕入れるし、ただし代価はきちんといただくよ。もう行くのかい？また来てね。あかりがここにいてくれればいいのに。僕がそばにいるのに何が心配なの？だってサンディは私が危なくなってもあんまり力にならないし。それはどうかな。僕と一緒にいれば明かりの力を借りることができるよ。そんなことができるの？うん、彼女が直接ここに来るわけではないけど、僕の体に存在する彼女の力を使うことはできるよ。君がこれから出会う人たちについても同じだから、そんなに心配しなくていいよ。そんなのがあるなら早く教えてよ。デロンズの軍勢はもう到着しているのね。間に合えばいいのだけれど。アキラ様、これは移動魔術。ここは一体何者なの？私はその。バネッサ、落ち着いて。そう、旅の魔術師よ。魔術師？なぜ魔術師がこんなところに？水晶を探しに来たの？ここの水晶があれば、質の高い魔道具が作れると聞いたわ。そうなの。私は水晶を探しに。引っかかったわね。こんなところに水晶などあるわけがないでしょ。移動魔術が使えるほどの魔術師がその程度のことを知らないわけがないわ。何が狙いなの？まさかデロンズの手下？だから、その、私は。白状するつもりがないなら、力ずくで聞かせてもらうわ。この血
降りたまえ。天剣武道。おかしいわね。攻撃が止まった。完全に初心者ね。あなた何者？どうやらあなたは違うようね。強い。いくらデロンズでもあなたのような人を石膏として使うことはないはずだわ。あなたが何者かは知らないけど、ここではもうすぐ大規模な戦闘が始まる。だから死にたくなければ早くここを離れた方がいいわ。怖かった。あの力は。サンディ、どうしてあなた何にも喋らなかったの？どうしたの？いきなり。一緒に事情を説明してくれれば誤解は解けたかもしれないじゃない。時の結晶を探すためとは言っても、僕たちは本来この次元にいてはいけない存在だ。ここにいること自体が次元に影響を及ぼしてしまう。僕が積極的に関与すれば影響はさらに早く大きく広まるはず。だからこれからも積極的に前に出ることはできないよ。そうなんだ。がっかりしている暇はないよ。早くあの人を追いかけよう。追いかける？僕の予想が正しければ、あの人を追いかければ手がかりをつかめるはずだよ。もう姿が見えないわ。どうしよう。感知することはできるよ。どうやって？周囲の魔力に集中してみて。なぜか魔力が一箇所に固まってるわ。そう、時々ここのように魔力がよじれて異常な状態になっている場所がある。そういう場所の魔力を元の状態に戻すと、周りの状況を把握できるようになるんだ。ということは、探せるかもしれないよ、あの人。道が塞がれている。どうしてこんなところに火柱が？出ろ。あなたはさっきの魔術師？私あの火柱消せるわ。あなたが？何が狙い？それは理由は説明できないけど、あなたについていきたいなって。どういうこと？おかしなことはしないわ。お願い、ついていっていい？あなた本当にこの火柱を消せるの？ええ。危険な目に遭うかもしれないわ。そうなっても私は責任は取れないわよ。分かっているわ。本当に分かってる？うん。
聖獣時団の戦員よ。しばらくの同行ならいいわ。私はバネッサ、よろしくね。ところでどうやって火柱を消すつもり？異なる性質の魔術を使えば相殺できるわ。これだけの大きさの火柱を消すには魔術の触媒剤が必要だけど、ここみたいに魔力の多い場所ならあるはずだわ。つまりまずはその触媒剤というものを探す必要があるのね。戦闘の基本は知っているの？うん、スキルを使って敵を倒す。なら属性についてはどう？属性？これはやってみた方が早いわね。あのモンスターはあなたに対して不利な属性を持っているわ。攻撃してみて。気絶したわ。上出来よ。有利な属性で攻撃することで敵を気絶させることができるの。あと全ての敵を気絶させると追加攻撃ができるようになるわ。ただ強い敵は有利な属性で攻撃しても気絶しないわ。任務完了。見つけた、これよ。その石があなたが探していた触媒剤？そうよ。そんな石で本当にあの火柱を消せるの？心配ないわ、この大きさなら十分よ。本当に大丈夫？心配しなくて大丈夫よ。危ないから少し下がっていて。氷よ、ここに極寒の風を。アイシクルダスト。すごい、あなた本当に魔術師だったのね。やった。実はまだあなたのことを完全に信用してはいなかったの。ごめんね。大丈夫よ、今からでも信じてもらえればそれでいいわ。わかったわ。では急ぎましょう。デロンズが来る前にアキラ様に会わなければならないわ。セインはそのアキラという人に会いに来たの？そうよ、デロンズが来ることを知らせてアキラ様や仲間たちを守らなければならないの。どこに向かうの？ひとまず関門に行きましょう。
そこに行けばイザベラがいるはずよ。私は変わらない。この箱、鍵がかかっているわ。魔術がかかっているようだね。何か開ける方法はないのかな。これを使えば開けられると思うよ。この鍵は何？日が作った鍵だよ。日の話だと、この鍵で開けられない錠はないらしい。その鍵を使ってみようよ。開いたよ。でも鍵が壊れちゃったわ。そういうところも日が作ったものらしいね。日に頼めばまたもらえるの？うん、ただではないと思うけど。どうすればもらえるの？日が好きそうなものを用意しないとね。魔力はバネッサ、ここでならできるよ。どうしたの？いきなり。
まだ感じ取れないみたいだね。ここは他の場所より次元の力が弱い。その一帯で次元の力が最も弱い場所を探して魔力を注ぐと、新たな道を作ることができるんだ。へえ、そうなんだ。この場所の感覚を覚えておいて。どの世界にも次元の力が弱い場所は必ず存在するからね。近いところから力が感じられるよ。向かってみよう。ここだよ。ここは次元の力が弱い。わかるかな？こんな感じなんだ。そう、これではっきりわかった。うん。この感覚を覚えておいて。そこに立って次元の扉を開いた時の魔力を思い出して力を注いでみて。戻ってきたわ。これでわかったかな。次元の通路を利用すれば、ここにつながる新たな道を作ることができるんだ。次元の扉って一箇所でしか開けられないわけじゃないのね。そして砂の部屋に戻ってきた時には、それまでに消費した魔力は全て回復する。本当だ。ここは特別な場所だから、こういうことができるんだ。他の次元でもできればいいのに。そして解放した次元の通路がある場合は、次元の扉からその場所に直接移動することもできる。それはいいね。また歩いて戻らなきゃならないのかと思ったわ。まずはゆっくり休もう。準備ができたら次元の扉を使ってさっきの場所に戻ろう。わかった。ないもの以外なら何でもあるよ。欲しいものがあれば仕入れるし、ただし代価はきちんといただくよ。もう行くのかい？また来てね。英雄の力に限界はありません。壁にぶつかった時は私がお手伝いします。時間の過去があらんことを。ここが関門？そう。イザベラ、せんよ。一
急いで伝えなければならない話があるわ。誰もいないようだけど。関門を留守にするはずはない。まさかデロンズがもう。扉、壊そうか。できるの？もちろん。おやめなさい。私の魔術が止められた？おてんばなおちびさんですわね。オルディ様。しばらくですね。オルディ様もデロンズがこちらに向かっているという情報を聞いてここに。少し違いますけど、結果的にはそうなりますね。その子は？バネッサです。こちらに向かう途中で出会って、力を貸してもらっています。珍しいですね。あなたが知らない人と同行するだなんて。それも、こんなおちびさんと。おちびじゃないわ。見た目ではなく、行動や魔力の扱い方が学会の子供たちよりも幼稚だから、おちびさんと呼んだのです。こんな場所で魔術を使うなんて、あなたは一体何をしようとしたのですか？扉を壊そうとしたに決まっているじゃない。この扉を壊せるほどの強力な魔術をですか？もし私が止めなかったら、どうなったと思いますか？扉は壊れたはずだわ。私が聞きたいのはその後のことです。魔術を使って扉を壊せば、この周りはどうなると思いますか？それは。状況は理解できたようですし、このくらいにしておきます。こんな行動を止めないなんて。繊維も追い込まれていたようですね。申し訳ありません。他でもないアキラのことですし、冷静さを失うのもわかります。だけどあなたのように力を持つものならもっと気をつけるべきですよ。肝に銘じます。この扉の管理を任されているのはイザベラですよね。はい。彼女ならきっとこのような状況に備えて対策を立てておいたはずです。何か心当たりはありますか？そうですね、周辺の警備をしているクロップなら何か知っているかも。ならまずクロップのところに向かいましょう。全てを打ち砕く光の一撃。魂の導きに感謝いたします。